どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのマリオットボンボイプレミアムカード、これ私が持ってるねプレミアムカードなんですけども、今回ねマリオットボンボイクレジットカードがですね新規入会キャンペーン強化ねしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。それではね早速内容に入っていきましょう。まずね今回のキャンペーンなんですけども、6月の27日までということで、今日ねこの動画出てるの5月の30日なんですけども、キャンペーン自体が1ヶ月もねないキャンペーンっていう風になっておりますので、この点はね注意していただければなと思います。まずね新規入会後3ヶ月以内に30万円決済で36,000ポイント、3ヶ月以内に合計150万円以上利用していただくとプラス3万ポイントで、150万円の通常分のね利用分で100円で3ポイントね、このプレミアムカードはね取れるっていう風になりますので、これを入れるとこのご利用分が4万5,000ポイント、合計すると11万1000ポイントをね獲得できるキャンペーンっていう風になります。で今回のこのキャンペーンの注意事項なんですけれども、先ほども言いました通りですね、今回の新規入会キャンペーンねいつも結構長いんですけども、今回ね1ヶ月もないキャンペーンっていう風になっておりますので、期間短いですので、ぜひね利用される方はですね早めにね利用していただければなと思います。またねこの通常利用分の150万円利用すると4万5,000ポイント、まあ、ここの部分ですね、この通常利用分っていうのはね注意していただきたいなと思いまして、このねアメックスが発行しているクレジットカードっていうのは、アメックスのね公式サイトにポイントはね満額取れないポイント利用先、またね、半分になる利用先っていうのはですね記載があるんですよね。ですのでここでね利用してしまうとですね、この通常ご利用分150万円使ったところで4万5000ポイントね獲得することができないっていう風になりますので、こちらね注意していただきたいなと思います。こちらはねあの満額取れないところとかですね、こちらで概要欄に載せておきますので、ぜひねこちらチェックね確実にしてからですね利用ねしていただければなと思います。チャージ系でねクリアされたい方ね非常に多いと思うんですよね。私の動画でね結構紹介させていただいているこのね B43、結構前にねポイント半額になりましたっていうね紹介させていただきましたけども、こちらね公式サイトにポイント半分の利用先で B43掲載されてるんですけども、まだねポイント満額取れるんですよね。これはねあの先に掲載だけして対応自体はこれからっていう感じで、まあこれからねあの実際にねポイント半分になっていくんですけども、まあ今現在ですねまだねポイント満額取れるんですよね。ですけども今回の新規入会キャンペーンね、これから発行される方に関してはちょっとねあのそこまで利用できるかっていうのはね分かりませんので、まあこの B43もね半分になってしまうかなっていう感じなんですよね。ですのでチャージ系でですね今現在ねポイントが満額取れるっていうのは、前澤社長がねやっているありがとうバンクカードっていうのはねあるんですけども、まあこちらだけですね今のところね満額ポイント取れているわけなんですけども、まあそれ以外ね au ペイプリペイドも半分ですし、フィディアに関してはゼロになってしまいましたし、まああのチャージ系でですね満額取れるっていうのは、まあ正直ね厳しいところかなっていう感じなんですよね。キャッシュとかもねアメックス対応したんですけども、ポイント半分になっておりますので、まあ基本的にはですね、チャージ系で利用されたい方は、まあこちらの B43ね、こちらまあ無料で発行することができるんで、このプリペイドカード、まあこちらでね、あの一か八かあのチャージしていただいて、満額になるか半分になるかっていうところでね、まあ利用していただくのもねいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあチャージ系はね基本的に半分になってしまうっていう感じなんですよね。まあできればですね。普通にね利用していただくかですね、先日ね私も動画出させていただきましたけれども、こちらですねアメックスのギフトカードね、こちら購入していただくのはね非常におすすめっていった形になります。ですけどもこちらね 3% オフということで、めちゃくちゃ今ね注文入ってるみたいで、早期終了するかもしれないっていうのをね昨日アメックスのデスクも言っておりましたので、今から発行される方がですね間に合うかっていうのは正直ねわからないです。もしかしたらあとね1週間も経たないうちにねこれ終わってしまうかもしれないですし、今ね電話もつながんないですし、またねネットもあのパンクしてんのか対応してないのかちょっとわかんないんですけども、まあ、とりあえず注文することできないんですよね。ですのでまあ今からねあの発行される方が間に合うかっていうのは正直ね難しいかもしれないですね。一応ねもし届いた時点でこのキャンペーンがやっていたらですね、あのギフトカードの電話番号はもうつながらないんで、その電話番号はね使えないです。でどうするかというと、このアメックスのね
クレジットカードありますよね。この裏面にアメックスのデスクの電話番号書いてありますよね。こちらに電話していただいて、ギフトカードのね、購入したい旨をね、言っていただければ折り返していただけますんで、もしね、購入されたい方はですね、それでね、利用していただくのはね、いいのかなと思います。もし間に合ったらですね、このアメックスのギフトカードね、本来ポイント増量とかやってるんですけども、今はね、割引で購入することができるっていう風になりますんで、ギフトコードが割引でね、しかもクレジットカードで購入できるっていうのはね、あんまりないキャンペーンっていう風になっておりますんで、ぜひこちらもね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイプレミアムカードはですね、新規入会キャンペーン強化ということで解説でさせていただいたわけなんですけども、先日までですね、ヒルとアメックスの新規入会キャンペーンがやって、5月の29日、本当に昨日終わったんですよね。で、マリオとアメックスがね、その代わりでね、出てきたっていう風になりますんで、いや、非常にびっくりですね。このマリオットボンボイプレミアムカードっていうのは、私もね、メインカードにさせていただいておりまして、本当にね、マイルを貯める方であれば、めちゃくちゃお得にね、利用することができるカードっていう風になりますんで、非常にお勧めしてるんですけども、まあ、個人的にはね、もう新規入会キャンペーン強化はね、来ないんじゃないかな、なんていう風に思ってたんですけども、いや、意外にね、来たっていう風になるんですよね。で、このね、クレジットカードの特典に関してはですね、ちょっと長いんですけども、こちらの動画ね、ぜひ見ていただければなと思います。徹底解説動画ね、出させていただいておりまして、まあ私もね、マリオットボンボイの話をですね、もうここ数年ね、ずっと解説いろいろね、出させていただいておりますけども、それを網羅した動画がね、こちらになっているっていう風になりますんで、ぜひね、この動画一回見ていただいて、まあそれでもですね、発行されたいっていう方は、ぜひね、発行していただくのがね、いいのではないのかなと思います。まあこの動画ではですね、マイルでね、利用させていただいているのが、まあアラスカの話をね、結構させていただいているわけなんですけども、まあ残念ながらですね、アラスカ航空っていうのは2023年のね、あれは3月ぐらいだったと思いますけども、解約がね、入ってしまいましたので、まあ今ね、お勧めさせていただいているのは、まあユナイテッド航空とかですね、アメリカン航空、ここら辺がね、サーチャージかからなくて、利用することができるっていう風になりますんで、まあここら辺がね、お勧めさせていただいているんです、けども、ここら辺の話に関してはですね、全部ね、LINE 公式アカウントでこういった感じでですね、ワンクリックしていただいたりですね、キーワード打っていただくと情報を見れるようにねしておりますので、まあ、私の LINE 公式アカウントね、ぜひね、便利に使ってね、いただければな、なんていうふうに思いますので、LINE の公式アカウントもですね、ぜひね、フォローしといていただければなと思います。このね、LINE 公式アカウントにですね、アメックスを経由した投資信託の購入方法だったり、まあ、国内のね、クラブラウンジの有無だったり、またね、マリオットのポイントの交換先の UA とか AA とかのね、利用方法から基本スペック、これもね、発信しておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。で、今回ね、11万1000ポイントね、入会キャンペーンで獲得することができるんですけども、まあ、日本国内だとですね、どういった感じのね、ホテルに宿泊できるのかっていう話なんですけども、こちらね、今年のお盆でね、調べさせていただいたんですけども、お盆の土日で調べさせていただくと、高級ホテルだと大体一泊ね、利用することができます。まあ、リッツ・カールトンとかエディションとかね、メズム東京とか、ここら辺もね、一泊宿泊することができます。ちょっと離れたね、横浜とか郊外になるようであればですね、まあ、2泊とかね、まあ、よかったら3泊もね、行けるかもしれませんので、新規入会キャンペーンのね、ポイントで取れるのであればですね、悪くないのかな、なんていうふうに思います。で、ちょっと前にですね、話させていただいたんですけども、6月1日から東京からバンコク路線の JAL のファーストクラスがですね、6月1日からファーストクラス設定されますよっていうね、話をさせていただきました。今回のね、新規入会キャンペーンで獲得できるポイントはね、11万1000ポイントなんですよね。もうちょっと足せば12万ポイントになりますよね。12万ポイントになって、全部アメリカン航空に交換していただくとですね、4万マイルに交換することができるんですよね。ですので、東京からバンコクのですね、JAL ファーストクラスもですね、こちらね、今回のキャンペーンでちょっと頑張っていただければ、マイル交換していてね、利用していただくこともできるっていう風になりますんで、こちらもね、かなりおすすめっていう風になりますんで、まあ、ここら辺もですね、LINE 公式アカウントに全部載せておきますので、まあ、そちらね、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回ですね、速報ということでね、動画ね、作らせていただきました。もしね、発行検討される方はですね、ぜひね、概要欄に載せておきますんで、そちらからね、ご連絡いただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。